お疲れ様です度々すいません3つ目の「ロストケア」映画レビューになりますけどもいやなんかね全部見て胸に突き刺さりましたね私はねこういう現実がこれから皆さんの身近に起きるというふうに思ってますもちろん起きない方がいいんですけどもどう考えてもこれ止めようがないですねこういうふうになるというふうに予見してこの原作もできたのかなと思いますしこの映画が 多くの人の人関心事として上映されたんじゃなないかなと思います。ま,あ、まずね、もう静かに心に突き刺さる現実ってものが、私の目の前に、この作品を見た当初から浮かび上がってきました。まあ、もちろん私が介護現場をね、訪問介護という立場で、あらゆるお宅にお邪魔してきたからこそ見える矛盾と、そこに暴力とも言えるような介護の現実です。あえて言いますけども、 介護ではなくて、暴力がそこにあったという現実を私はよく見てきました。ゾッとするような思いも結構しましたしね。自分の身に危険が及んだこともあります。だから、介護の現場には30代とか40代ぐらいのね、体のでかい男性で肝が座ってる人が、もっともっと必要なんじゃないかなと思いますね。 でこの今回のロストケアっていう作品は、決して派手なね演出とか、激しいアクションで観客を引きつけるような映画ではないんですよ、まあ、むしろ静かに、そして確実に私たちの心に重くのしかかってくるような現実味を帯びた作品です、それこそ、今日ね、皆さんのお隣の家庭がそうかもしれない、まさかあの人がっていう人が、家に帰ったらこういう現実に悩まされるのかもしれない。 ままああそういういなね、ね。リリアリティがありました、ね、で、主人公犯人役松山イ一さんなんですけども介護士をされてるんですよねで長澤雅美さんは、検事をしていまます。まあ、答えを言っちゃうと松山イ一さんが介護士をしながら42人の人を殺してしまったんですよねそしてその一番最初の殺人がこの塚本明さん演じるお父さんなんですよ お父さんが80を過ぎて体が動かなくなってで精神もだんだん病んでいく中でですねこれラストシーンの方なんですけどもお父さんが松山健一さん扮する犯人にねまずはその時は犯人じゃないんですけども頼むわけなんですよ俺を殺してくれってお前がお前と分かるうちに俺を殺してくれっていうふうに言うんですよこれがだから介護の現場ですよ 今に自分は自分もわからなくなるし、家族もわからなくなるし、昼か夜かもわからなくなる。そんな状態で愛する息子にものすごい苦労をかけてんじゃないかと。だったら自分がいなくなることで息子を自由にしてあげる。介護の苦しみから解放してあげることが最後の親孝行なんじゃないかなっていうふうに考えてもこれ仕方がないですよね。で、私も父親の立場だったら早く俺を殺せと。 頼むと思いますし、そこに手をかけた息子がいたとしても、それは私はね、救いに近いんじゃないかなと思うんですよ。長澤まさみさん、検事役ですけども、それを客観的に、事務的に殺人というふうにね、色分けするのはあまりにもむごい。そんな記載する作品でした。まあ、このようにね、それぞれが抱える葛藤と苦悩ってのは、まるで私たちの心の奥底に、 潜む闇を照らし出す光のようにじわじわと広がっていく最初の20分30分はそんな感じでしたねまあそれからね中盤に差し掛かる前に家族介護っていう名の重荷これもリアリティを持って私の頃に迫ってきました映画は主人公の介護士が松山健一さんがですね認知症を患う父親を介護する様子が出てくるんですよ それ冒頭から出てきて最後までこれねよく出てくるんですよで父親の衰えを目の当たりにして徐々にお互い心を蝕まれていく主人公の姿そして父親の姿は多分一ととは思えないようなそんな気持ちに視聴者を釘付けにするんじゃないかなと思いますこの時点でこの松山健一さん扮する犯人がした行動を咎められる人は少ないんじゃないかなと思うんですよね命が 何よりも大事と言うなら、じゃあ、この介護の苦しみは誰の命を大事にしてるのか、はっきり言って分かんなくなるんですよ。で、物語は進んで、まあ、愛と憎しみってよく言いますけどもね、それが介護、特に家族介護の果てには絶望に変わるわけなんですよ。家族介護における最も複雑な感情の一つが、愛情と憎しみが一体化してですね、家族に 迫っていくってていいいくこととなななんじゃないかなと思います主人公は父親を愛している一方で介護の負担に耐えかねて憎しみのような感情を抱くこともあるんですよこれは介護をした人だったらわかるんじゃないかなと思いますもしかしたら子育てをしている人でも感じたことがあるかもしれませんこの葛藤は見る人に深い衝撃と共感を与えるんじゃないかなと思いますああ自分の手で 殺すわけにはいかないけど今この瞬間死んでくれたらどんなに楽か明日目が覚めてそのまんま眠るように息を引き取ってくれたら俺はどんなに楽になるだろうかっていう,うまあこういうような気持ちですよねまた映画ではね家族介護における経済的な負担とかそれから社会からの理解不足といった問題もしっかりと描かれています主人公は経済的な困窮からやむをえない選択を迫られることになるこの選択は観客に 深い悲しみとまさに絶望を与えるんじゃないかなと。ああ、自分もこうしてしまうかもしれない。これ以外選択しか見つからなくなる。そんな現実が迫ってくるかもしれない。もしくは自分が家族によってこのような害され方をしてしまうのかもしれない。しかもそれは恨むこともできないし、当たり前の流れとして捉えられるのかなと。で、対比するようにね、長澤まさみさんもご自身の おばあちゃんでしょうね。お母さんなのかもしれませんけども高級介護施設に入れてるわけですよそこで犯人たる松山健一さんが言うわけですよ安全地帯から眺めてるあなたにはっていうことなんですよねまさに安全地帯から眺めてる賢治が淡々と本に書いてある六方全書に書いてある正義を振りかざすわけですよ私はここでね介護を経験した時何度も思ったように正義ってのは 所詮余裕ある人たちのお遊びなんじゃないかなと思うんですよでもその日その日を這いつくばって生きてる人はそれこそね人の命を奪わなければ生きていけないような状態になるわけですよまさにここが本当の逆,逆に強食なんじゃないかなと思いますねまあだからといって軽々に殺人を認められるものではありませんけども果たして人を殺すことは本当にいけないのかそれが救いになる場合もあるんじゃないか っていう,ふうに思わせるる妙な説得力があるんですよねだから景色は眺める人の角度によっていかようにも歪んでくるってことなんでしょうねそしてもしかしたら常識や法律をよく知ってる私たちは歪んでる方なのかもしれないというふうにね思わせるんですよこの映画は私たちに生きる意味を問いかけてきます 介護に追われ自分のことを後回しにしてきた主人公は果たして自分の人生をどう生きていくべきなのか迷いを抱えてるわけですよねそして死というテーマを突きつけてきます認知症を患う父親は徐々に意識を失いやがては命を落とすわけです主人公は父親の死をどう受け止めればいいのか自分自身に何度も問いかけながら介護を繰り返してきたんですよねでラストシーンに近くなってくるわけですけども社会システムと 個人の葛藤これも大きなテーマとして描かれています映画は家族介護の問題を個人の問題ではなく社会システム全体の問題として捉えているんですねつまり社会の欠陥がそのツケを個人に取らしているということなんですよ介護保険制度や医療制度の不備そして社会全体の意識の低さなどが家族介護の困難さを増幅させて いいわゆる弱いものをさらにとしかも正義という名によってものすごく行き場をなくした弱者が蔓延してるんじゃないかなと思うんですよもちろんねどんなに貧乏でもどんなに弱くても正義は守りたいですよでも正義を守って飢え死にをするのが美しいのかそれとも生き抜くために家族を守るために何かに手を出してしまうのが本当にいけないことなのかまさに究極の選択なんじゃないかなと思います 主人公は社会システムのこの不合理さに憤りを感じながらも一人では何もできないことに絶望しているわけなんですよそれは私たちの気持ちも同じだと思いますロスジェネ世代一度も光が当たることなく50代60代になってしまった本当に悲惨な人生一体何のために 俺はこんな悔ししいい思を繰り返してきたのか。どこかで光が当たると思ったけども全く光が当たらないままもう年金を受け取る世代に来てしまったしかもその年金も雀の涙片方では自民党の裏金脱税泥棒議員がわんさと笑っていると最後に希望の光この作品にはないのかなというふうに私は考えたわけですけども映画の中にはよくよく見てみるとね暗い話ばかりではなくて明るい希望の光もちょっと見えるんですよ 主人公は困難な状況の中でもわずかな希望を見いだしていくそれは仲間との出会いだったり自分自身の心の成長っていうところですよねしかしそれを全て打ち消すように現実はむごいわけなんですよ主人公は同じように介護に苦しむ人々との出会いそれから連帯感を深めていくそういった部分もありますしまた介護の仕事を通じて自分自身の生きがいを見つけるそんな場面もよく見えてきます この希望の光は見る者に勇気を与えるのかなと思いますけどもただラストシーンのねあまりにも絶望的な最後のお父さんからの手紙は、まあ、私も本当涙が、ね、出て止まらなかったですね私たちに一体ロストケアはどんな問題を投げかけているのかなとこうやって映画を見終わった後に何度も考えてるんですけどもうん家族介護の現実とか生きること静止感 社会システムの問題そして人間の心の奥底に潜む葛藤これらのテーマは多分この映画の中に出てきた人たちを通じて私たちの心を映してるんじゃないかなと思いますこの映画を見ることで私たちは自分自身の人生についてさらに深く考えることができるんじゃないかなと思いますしこれをどのようにしていくかっていう答えは全く見つからないというね絶望をまたそこに深く突き刺さってくるかなというとこですね で、私がね、最後に、スタッフロールが出てきたときに、まるで自分のことのように感じたのは、あの、幼い頃の主人公の無邪気な姿ですね。おそらくあの写真を撮ったのは、死んでしまったお父さんという設定なのかなと思いますね。いや、あ、それでね、この、初期間の、えー、鈴鹿、 なんていうのかなこれ鈴鹿王子とでも言うんですかね鈴鹿くんこの俳優さん何でそこに私が出したかというとね実はこの書記官は検事たる長澤まさみさんの書記官として長所を取ってるんですよでいろいろと取り調べを受けてるのは松山賢一さんですけどもその長所を取りながらねあまりのことにこの書記官たる鈴鹿さんはもう泣き崩れてるんですよね いやそういう場面私もね司法の場で見たことがあるんですけどもあの犯人として憎むべき相手のはずなのにその複雑な状況とそうせざるを得なかったねまあそういった背景に初期間も涙を流さざるをえないような場面っていうのがね結構あってで検事さんもね聞き取りながらねまばたきを何度も何度もして涙をこらえるっていう場面結構見るんですよねだから 犯罪という風に、なかなかね、色分けできない、その人の事情ってのがやっぱりあるんだろうなと思いますね。うん。だからね、今回この映画紹介してくださってね、いろいろ思い出しましたね。はい。まあ、ああの、喋りすぎてしまいましたので、この辺にしときましょうか。<laughs> はい。すいませんでした。なんか、拙い感想文でございましたし、いろいろと、私もね、感極まって、 言葉が出なかったりね、胸が詰まったりしましたね。はい、お疲れ様です。